疲れたねみんなお疲れ様記者さんも満足してくれたみたいでよかったよ取れだかはあったかなそうだな話しやすい人で助かったぜんでこの仕事はいつまで続くんだっけか明日の18時までです正午から1本番組収録があるでしょうそれが終わったら取材終了です 何事もなければですがそうだね <laughs> 記者さん頑張りすぎないといいけど <laughs> とりあえずファンのみんなが送ってくれたプレゼントを確認しようかおあ、何が届いてるか楽しみだな俺箱が大きいぞよっとおあルカー宛だってえー、な何だろう クーにしては箱が真四角だもんねうんっとんわぬいぐるみかわいい珍しいねぬいぐるみは検査が厳しいから事務所の方で捨てちゃうこともあるしここにあるってことはマネージャーがチェックしたのかなこういう時はわざとぬいぐるみという格段に警戒される対象物を用意し 対象者の意識をそちらにそらすそして本命は他にというのが定石ですお前いよいよキャラで言ってんのか素で言ってんのかわかんねえなほらこのようにあ、なんだそのちっちゃいのうん盗聴器だねはあ全然チェックできてねえじゃねえか <laughs> もう大声やめてって やっぱり、僕って愛されてる <laughs> こんな危ないことしてまで、僕のこと知りたかったんだ。可愛い,いなぁ。ねえ、リーダー。そうだね。必死なのは可愛らしいけど、頑張りすぎは毒になるって、教えてあげたのにね。<laughs> 背筋に悪感が走った。やはり、気づいている。 彼らは俺が何者なのか分かった上でわざと泳がせているこのままここにいたらまずいリスクはあるが一層オフィスに忍び込むか何かしらネタを持って帰らないとどちらにせよ俺は、はあはあ、どこにスマホを置いちゃったんだろう オフィスかなスマホがないと暗くてよく見えないし。探すの面倒だなあ、あったこんなところに。ええ何誰かいるの ミさんですか一体何をちくそそこだけあ,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 あれはいそこまで動かないでくださいねミカ君あ,ありがとうえ待ってよなんでそんなもの まさかそれ本物の銃じゃないよね <laughs> どうせおもちゃだろう。<laughs> どうかなどう思いますせっかくだから試してみましょうかそうだなじゃあまずは左足もしこれが本物だったらただではすまないけど 記者さんはこれがおもちゃであることにかける方でいいですか <laughs> さーておもちゃか本物か正解はどちらでしょう <laughs> なんだかゲームみたいでワクワクしますねねえどう思います <laughs> いつからだいつから気づいていた そんなの、最初から、ですよ。あんまりにも思った通りに動いてくれるものだから、なんだか楽しくなっちゃって。ニヒト君も珍しくノリノリだったし、メンバー同士の信仰を深めるために、スパイごっこをするのも楽しいかなーって。ふっ、清純そうな顔して随分な性格だな。人の仕事をなんだと。ひどいなー。 それはお互い様でしょ俺はただあなたの言動を見て考えを予想していただけだ。くそあなたは自分が何をやらされてるのか本当にわかってますかそれがあなたの幸せ俺にはそうは見えないけど。<laughs> ごちゃごちゃうるせえあ まさにダットのごとくミスミス逃がしてしまってよかったんですかホんと俺スキャンダルはごめんなんだけどあ大丈夫もう手は打ってあるからねえちなみにその銃って <laughs> 秘密だよなんてね心配しないで これはただのエアガンだよ、はあはあ、なんだびっくりした <laughs> 日本で本物の銃なんか持ってたら捕まっちゃうよ面白いなあ優生君はでもエアガンだってカスタマイズ次第では十分な威力が出るそれこそ当たりどころが悪ければなんてね結果オーライだよ それじゃ、そろそろ迎えに行こうか。<laughs> <laughs> あなんだあんた記者の。<laughs> くそどきやがれなん <laughs> <laughs> なんだよ <laughs> やっべとっさに殴っちゃった。ま、 でもなんか実八発ろくなやつじゃなさそうだしきっとわ、はあ、かんないけど大丈夫だろたぶんあ響きナイスたまには役に立つじゃんこれでもし万が一暴力沙汰になっても響きの脱退で済みそう <laughs> ええ我々はただ彼を追っていただけですしはふざけんな 大丈夫。多分その人、どっかのスパイだよ。オフィスでこそこそ何か探してたし。はぁ、あ。じゃあ、何発殴ろうが何の問題もねえな。<笑><笑>ああ、響きが脅すから逃げちゃったじゃん。やっぱ使えねえ。お前らだって一ミリも捕まえる気なかっただろうが。まあ大丈夫ですよ。 あとは帝が片付けるでしょう <laughs> やっぱりやっぱりろくな仕事じゃなかった一体何なんだどうなってやがる <laughs> <laughs> はい こんばんは、ミカドです。な、なんで俺の番号を <laughs> それは内緒。それよりも、ちょっと聞きたいことがあって。<coughs> ああ、切るのは自由だけど、俺的にはあまりおすすめはしないかな。なんだ聞く気になってくれて嬉しいよ。時間が惜しいのは俺も同じなんだ。 だから担当直入に聞きますねあなたの飼い主は誰ですか飼い主だ何のことか分からねえな仮にいたとしてお前に教えるわけないだろう,うーんそうか困ったなあ,あそれじゃあちょっと世間話に付き合ってください俺ね 最近隣駅のお弁当屋さんの唐揚げ弁当にハマってるんだは何弁当く急に何をいやーそこの唐揚げの肉がすごく柔らかくてだ,だから何の話だよ <laughs> 頻繁に通ってるうちにそこの店員さんと仲良くなったんだ肉をすりおろした梨に漬け込むのがポイントなんだって <laughs> この前、こっそり教えてくれて。待て、隣町って、弁当屋お、い嘘だろ、まさか。なんでも、旦那さんの実家から大量の梨が送られてきたのがきっかけなんだって。そんな調理方法初めて知ったよ。今度俺も試してみようかな。あ、そうそう、お子さんも可愛くて。お前 俺の家族に何をしたん <laughs> 人聞きの悪いこと言わないでよただの世間話だよ <laughs> 何が望みだ <laughs> 俺はただあなたの知ってることを洗いざらい話してほしいだけですああもちろんあなたの書く記事にも期待していますよ番組スタッフさんに無理言って宣伝までしてあげたんだ お仕事はちゃんと最後までしないとね雇い主はあの大型事務所そして <laughs>、はあ楽しくなってきたな おはよう、おはようルカ。おはようございます。あカンナギはいいつものの寝坊布団の上で芋虫みたいになっ、てたああおはよう、みんな。誰か、記者さん知らない姿が見えなくて。お帰りになりましたよ。え <laughs> 響が殴った。おい、言うなよ。ちょ、ちょっと、殴ったどういうこと残念だけど。 彼はどこかの飼い犬だったんだんん <laughs> ああおはよう花木くん飼い犬ってどういうこともも,もしかしてどこかから差し向けられたスパイ <laughs> だからみんな大きな声出さないでって言ってるのにまあそこまでにしてあげてよ 君だって怖い思いをした被害者なんだから <laughs> それが全部分かってて放置した人間の言葉かよもうリヒト君だってノリノリだっただろ共犯だよ巻き込まないでください迷惑です、うん、状況はわからないけどとりあえず問題なしってことでいいんだねな、もちろんだよスパイあいや 記者さんとはあの後ちゃんと話したからね密着取材記事もちゃんとサイトにアップされるし俺たちに不都合なことは一切記載されない <laughs> 話が分かる人でよかったよな、そろそろかな何突然テレビなんかつけてたった今あの大手アイドル事務所から新ユニットデビューが発表されました こちらの V. T. R. をご覧ください。俺たちはレイズ。ついておいで。君たちの頂点の景色を見せて。えー、ただいまご覧いただきました V. T. R. の通り。 新ユニットの名前はレイズ同事務所に所属するスメラギイチル・キサキ・レイミフダ・カズオミの3名からなるユニットとのことです当番組でも調べましたがキサキさんは今までの活動履歴が公開されておらず一切は謎まさにシンデレラボーイこれからの活躍に期待が膨らみますねそしてミフダさんといえば先日公開された主演映画にて 見事に二重スパイという過酷な運命に翻弄される青年を演じておられましたね天才の異名にふさわしい圧巻の演技でしたがこの映画が公開されるや否や俳優活動の休止を発表していましたそして最後の一人スメラギさんですがスメラギといえばあの悲劇のさてようやく俺たちの幕が上がったわけだけどイチルは。<laughs> ご機嫌なめかなほんと最悪だよええんでイチルさんデビューすんのすげえ楽しみにしてたじゃんもっと喜ぶかと思ってたのに <laughs> きっとイチルさんのお父さんだってえ<い> <laughs> 今のは例が悪いねさあさせ俺また分かんなくてイチルさんの嫌なこと言っちゃった感じですか 怒ってます。そうだね。霊はもう少し考えてから話すように気をつけようね。ほら、一ルも怒らないで、例に悪気はなかったって分かってるだろ。許してあげてよ。分かってるよ。別にも怒ってない。ほ本当っすか。ああは、よかったー。俺が馬鹿なせいで一ルさんにまで嫌われちゃったかと思ったー。今度からは？ お父さんの話はしないっすマジで一生<緒> <laughs> 全然わかってなかったねレイ後でちゃんと教えてあげるから今おとなしくしてようねお了解っすそもそも俺は自分の力でトップに立つつもりでここまで来たのにこんな売り方話と違うだろう人の過去をいいように利用しやがっていちる落ち着いて ダメだよそんなに拳握っちゃうほら爪の跡がついちゃってる確かに社長のやり方には賛同できないでもどんな手を使ってもトップに立つってあの時約束しただろうそうそう俺たちレイズが絶対一番になるってイチルさん言ってたじゃないですかそうだなすでにサイは投げられた 戻りはできない <laughs> 大丈夫っすよ何たってイチルさんには俺とカズオミさんがついてるんすから <laughs> そうだね <laughs> そうだな頼もしいよ <laughs> カズオミこの後の予定はこの後は雑誌のインタビューが入ってるね <laughs> で、そろそろイチルもちゃんと自分でスケジュール把握してよいつまでも俺を頼るんじゃありませんいや 俺が管理するより、カズオミが管理してくれてた方が安心だろう。適材適所だよ。おあ、また難しそうなことイチルさんあってもいい適材適所適材適所っすよカズオミさんもうイチル、霊が変なことばっか覚えるからやめてよね。はいはい、行くぞまずは、ギャンビットを潰せ。